さあ始まりましたワンキャリー企業説明会。この番組はさまざまな企業を徹底的に分析し、その魅力に迫っていく、そんな番組になっています。今回はこのような流れで番組を進行いたします。まずはじめに会社説明、そして5クエスチョンズ、そして最後に就活生が本当に知りたいあの質問について伺ってまいります。では今回ご出演いただく企業の方です。レオパレス21さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今日は岸さんと太田さんにお越しいただきました。お二人とも今採用担当でいらっしゃるということですけれども、はい、どうですか、今説明会に登壇する機会なんかも多いということなんですよね。多いですね。説明会週2ぐらいで、我々以外のスタッフも登壇するんですけれども、はいはい、かなりのペースで学生の皆さんとお話をさせていただいています。今仕事充実していらっしゃいます。めちゃめちゃ楽しいです。楽しいって言えるんですね、はい、めちゃめちゃ楽しいです。はい、特にどんなところが、なんかその、まあ、2、4の子を私初めて持ったんですけど、こう入社してから2週間研修やるんですけど、はい、毎日毎日成長していく姿っていうのを毎日見ていたので、もう2週間経って送り出す頃はもうみんなボロボロ泣きながら頑張ってねみたいな感じで送り出したりとか、ね、はい、すごい充実してるなと思ってます。そこまでこう深いところまで関わり合ってということで、はいはいはい、今日はたっぷりとお話を伺えればと思います、はい、お願いします。では本題に入っていきたいと思います。まずは会社説明をお願いします。はい、ありがとうございます。それでは簡単に我々の自己紹介からさせていただきたいなと思います。私が先ほども申し上げました人事部採用課の岸と申します。でもう1名、はい、同じく、レオパレス21人事部採用課の太田と申します。はい、よろしくお願いいたします。します。はい、それでは皆さん、この動画をご視聴いただく前からレオパレス21という会社はご存知でしたでしょうか。レオパレス21は賃貸アパートのイメージを持っている方がすごく多いかなというふうに思います。当社は住まいを提供する会社で約50年の歴史を持つ会社です。その長い歴史の中で創業以来大切にしてきたことがあります。それが企業理念である新しい価値の創造です。当社は住宅不動産業界のパイオニアとして新しいスタンダードを作るという思いを持ち、これまでに多くの新たな価値を創造してきました。例えば今はもう賃貸の選択肢の一つとして定番となったロフト付きの物件です。当社は日本で初めてロフト付きのアパートを建築し商品化しました。またもう一つ大きな価値として作り上げたのが一括借り上げシステムの構築です。これは聞き慣れない言葉かなというふうに思うんですけれども、簡単に仕組みをご説明させていただきます。一括借り上げシステムとは土地を持っている地主、オーナー様のことです。この方にアパートを建築いただいた後、最長で30年間当社がアパートの管理や入居者の募集など運営を行うシステムになっています。当社がアパートの管理や運営を行うので、オーナー様は物件を建てることで毎月一定の家賃収入が入ります。通常のオーナー様ですと10部屋中7部屋しか入居がなかった場合、入居がある7部屋分の収入しかありません。しかしこのシステムでは入居の状況に関係なく1棟を借り上げた金額、オーナー様と最初に取り決めを行った金額です、これを毎月オーナー様にお支払いしています。オーナー様は物件を建てることでアパートの管理や入居者の募集などの負担がなく土地を活用できるという画期的なシステムになっています。このようにレオパレス21は今後の社会動向を予測し、お客様が本当に求めることを先手で提供するべく常に変革し絶えず創造してきた企業になります。当社の事業は大きく3つに分かれています。1つ目に当社のコア事業、すなわち主力の事業である賃貸事業です。2つ目に戦略的事業であるシルバー事業、3つ目にノンコア事業であるその他事業となっています。今賃貸事業は当社のコア事業ですよというふうにお伝えをさせていただきましたが、これは社内売上の 95% 以上を占めています。賃貸事業のターゲットは単身者です。単身向けで家具家電付きのワンルームを中心に約56万室管理しています。世の中には賃貸住宅を提供する企業者
企業が数多くありますが、一つの企業でおよそ56万室を提供する当社は民間では日本最大規模の家主、大家さんというふうにも言えると思います。では皆さん、ちょっとここで考えてみていただきたいなと思うんですけれども、今日本全体で会社がどれぐらいあるかはご存知でしょうか。少し前のデータにはなりますが、2021年の6月に経済産業省が出した統計調査によると、従業員が10人以上在籍する法人の企業数は約44万社というふうに発表されています。ではその44万社のうち、当社のお部屋をご利用いただいている企業数、これが 44,372 社に上ります。急に 44,372 社というふうに細かい数字を言われてもちょっと想像つきにくいかなというふうに思うんですけれども、ざっくり言うと日本にある企業の10社に1社が当社の物件を利用しているイメージです。でまた上場企業様からのご利用実績も豊富で、約 80% の上場企業様から当社のお部屋をご利用いただいています。当社では個人のお客様、法人のお客様ともに電話一本で全国のお部屋探しができるようになっています。企業にとってはそれが人件費などのコスト削減にもつながっています。個人、当人、個人、法人ともに選ばれる当社は、住環境のパイオニアとして社会の住まいインフラを支える企業になっています。今回募集している職種はカウンター営業、法人営業、設計施工管理、その他管理部門です。ここからは当社の制度や仕組みについて簡単にご説明させていただきたいと思います。当社は1973年に創業され、約50年の歴史を持つ会社になっています。男女比はだいたい男性が6割、女性が4割になっていますが、実際に働いていても男性すごく多いなっていうイメージはあんまりないです。営業は男性ばかりとか、管理部門は女性ばかりというふうにイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれませんが、全然そんなことはなくって、社員全員がそれぞれの場所で活躍しています。平均勤続年数は13年と4ヶ月です。休日は完全週休2日制になっていて、2024年度に関しましては123日のお休みを予定しています。また有給休暇取得率、ぜひ注目をしていただきたいポイントです。2023年度の実績で取得率 80.5% になっています。この 80.5% かなり高くって、不動産業界ではトップクラスの有給取得率になっているんですけれども、日本政府がですね、2025年までに有給取得率を 70% に引き上げるという目標を掲げていますが、当社はすでにそれを10ポイントも上回っているような状態です。そして平均残業時間は月で 16.4 時間です。こちらは2023年度の実績になっています。繁忙期などの忙しい時期には若干変動することもありますが、1年を通してこう慣らしてみると、だいたい1日1時間、いかないくらいかなというふうに思います。リューダの調査によると、不動産業界の平均残業時間が月で 29.7 時間ぐらいだそうなので、こうそれと比較してみると当社の残業時間かなり少ないということがお分かりいただけるかなというふうに思います。そして賃貸事業をメインにしているからこその福利厚生がこの社宅制度です。当社では社宅として自社物件に格安で入居することができるようになっています。家具家電ももうすでについておりますので、初期費用もとっても安く抑えられて、気軽に社会人生活をスタートすることができます。私もこの制度を実際に利用していて、今隣にいる太田も使っているんですけれども、私の場合は引っ越しをするときに掃除機とあと炊飯器とお湯を沸かすポット、家電はもうこれだけ買って、あとはこう洋服とかのこう必要な荷物と、あとは自分の体だけで移動することができたので、すごくいい制度だなというふうに思っています。そして最後に選考のスケジュール、簡単にご案内をさせていただきます。このワンキャリアのサイトからもエントリーができるようになっておりまして、エントリーをいただいた後、会社説明会にご参加をいただきます。会社説明会の後は書類選考、一次面接、適性テスト、最終面接、そして内定となります。我々採用担当も皆さんにこう会社説明会や
先行で直接お会いしてお話しできることをすごく楽しみにしておりますので、ぜひエントリーいただければと思います。よろしくお願いいたします。さてここからはさらにいろいろと深掘って聞いてまいります。今回のトークテーマをまず見ていきましょう。こちらです。はい、5つのテーマご用意しました。具体的な仕事の中身だったり、ワークライフバランス、そしてキャリアの築き方などについて詳しく伺ってまいります。では最初の質問がこちらです。暮らしの在り方が変化する中で行う挑戦は、社会の情勢だったり人々のライフスタイルがこうどんどんと変化していく中で、どんどん動いていく中で、企業ではどんな挑戦をしているのか、まずは伺っていければと思います。いかがでしょうか。直近の当社の挑戦としては、スマートロックというものを今物件に鍵なんですけど、はい、設置をしています。それが直近でいう新しい挑戦かなというふうに思っておりまして、うん、それが今こうどんどん付け替え作業を行って、もう今現状でも特にやってるところがあるぐらい進めているものなんですけれども、こう今後新しくお部屋にご入居いただくお客様に関しては、もうほぼほぼそのスマートロックというものが鍵になっている物件にご入居いただくようになっていて、うん、こう今までこう物理的なこう鍵があったと思うんですけど、はい、スマートフォンとか IC カードとか、あと暗証番号とかで鍵が解除できるようになっているので、すごく利便性に優れているものになっていて、うん、先ほど会社説明会でも当社の部屋56万室あるよっていう話をさせていただいたんですけれども、最終的には当社が管理している物件の約8割に相当する44万室への導入を今予定をしています。うん、どんどんじゃあこう推し進めていきたいっていう今内容なんですね。ですね、はいはい、その44万室っていうのが業界最大規模の数字になっています。うん、長い歴史のあるレオパレスさんですけれども、やっぱこう新しいことっていうのはどんどんこう進めてきた印象があるんでしょうか。そうですね、もう新しいものをこういろんなものに挑戦をしていくような会社かなっていうふうに思います、うん、はい、そういったこう挑戦を進めることで顧客側だったり、また会社にはどういったメリットが生まれるんでしょうか。そうですね、この例えばスマートロックでいうと、もう物理的な鍵がないので、お客様がこうお部屋を内見したいよとか、実際に部屋に住み始めるよっていう時にお店に鍵をこう取りに行かなきゃいけないっていう手間が発生していたんですけれども、うん、こうそれが今こうワンタイムパスワードみたいな感じでこうパスワードが発行されて、こう自分で現地に行って開けることができるので、お客様にこうお店に直接来ていただくっていう手間っていうのが省くことができるかなと思っていて、はい、お客様にとってはそれがすごく便利になっているのではないかなっていうふうに思っていて、企業側で言うと今まではこう鍵お客様がこう退去された時とかっていうのが鍵の交換作業みたいなのがどうしても発生をしていたんですけども、そうですよね、それを遠隔でやることができるようになったので、うん、こう企業の残業時間の削減だったりとか業務の効率化っていうところにもすごくつながっていて、うん、それが残業時間の抑制っていうところにもこうつながってきてるかなっていうふうに思ってます。いろんなところにこう便利だったりとか、はい、利便性っていうのは生まれているということなんですね、はいはい、そういったこう新しい取り組みをすることで、お客様の関わり方だったりとか、レオパレス21らしいことってどんなことが挙げられたりします。レオパレス21らしいこと、こう意識的に取り組んでることだったりっていうのは、当社としては、先ほど岸からも挙げた通りスマートロック一つの例でありまして、はい、全体的にはですね、DX 戦略といったところに積極的に取り組んでいるかなというふうに、感じております。 RPA の自動化の導入だったりとか、積極的に進めておりまして、そういった面でもレオパレスらしさとしては、新しい価値の創造という、企業理念にもある通りですね、新しいことにどんどん挑戦していく、今その世の中が DX に進んでいる中で、そういったところに果敢に挑戦していくような企業ですので、そういったところがレオパレスらしさかなというふうに思います、はい、これ世の中が求めていることに対してもどんどんこう応えていくような姿勢でもあるということなんですね、はい、ありがとうございます。では続いてのトークテーマです。こちら、営業ノルマが厳しいイメージだが実際の業務内容は、これは業界が持たれるイメージでもあるかなと思うんですけれども、特に営業についてはハードワークなんじゃないかなと思う学生さんもいらっしゃるかと思います。実際のところっていうのはいかがでしょう。
そうですね、まあ、レオパレス独自特有かもしれないんですけれども、はい、営業ノルマっていう、こう単語を使っていなくって、うん、販売計画っていうふうに呼んでいるんですね、はい、どうしてもやっぱりノルマだとすごく厳しいイメージがこうついてしまうかなっていうのもあって、当社では販売計画っていうふうに名前を変えて呼んでいます、はい。ただその、まあ、営業なのでどうしても毎月こう数字の目標っていうのは、まあ、ついて回ってくるかなっていうふうに思うんですけれども、こう、まあ、不動産業界の営業とかだと個人個人にこう大きなノルマが課せられて、でそれを達成するためにみんなこう汗水垂らして頑張るみたいなこうイメージあると思うんですけど、はい、レオパレスの場合はチームに対して一つの大きい目標が、毎月の目標が課せられて、それを達成するために個人でこれぐらいずつやろうねっていう感じのスタイルをとっているんですね。なので、まあ、結果的に個人でこうどれぐらいやろうねっていう、こう目標はあるんですけれども、その目標って結果こうチームの目標を達成するためのものになるので、例えば誰かがちょっと今月難しそうだなってなったら、他のメンバーでこうじゃあ協力して頑張ろうねって言って、最終的にこう1ヶ月終わるタイミングでそのチーム目標を達成できるように頑張っていこうねっていうのがレオパレスの営業スタイルになっています。どちらかというとこう個人の負担が大きいっていうところっていうよりは、チームとしてみんな助け合って頑張っていこうっていう雰囲気があるということなんですね。で営業でいうと法人営業っていうのと、またカウンター営業っていうのがあるとお聞きしましたけれども、これそれぞれの違いっていうのはどうなってるんでしょう。大きくはこう仕事の内容とかっていうのは変わらないんですけれども、うん、お客様の対象がちょっと違うかなと思っていて、カウンター営業は主に個人のお客様を対応させていただいていて、はい、法人営業だと法人のお客様なので、こう企業の人事部や総務部の方々といろいろやり取りをさせていただくっていう、そこが大きな違いかなっていうふうに思っています。でちょっと詳細説明をさせていただくと、はい、カウンター営業だと、まあ、個人のお客様との対応が、まあ、メインにはなってくるので、今だとかなりウェブが普及してきたので、直接お客様が来店されてとかっていうのはかなり数減っているですけれども、うん、まあ、来店されたお客様だったりとか、お電話でこうお問い合わせをいただいたりとか、もしくはまあメールとかのウェブの中でお問い合わせをいただいた、まあ、お客様に対しておはようご紹介したりとか、内見のご案内したりとか、まあ、契約したりとか、そういう業務がまあ結構まあな割合を占めているかなっていうところと、あとは仲介業者の業者様との関係強化っていうのも行っているので、はい、定期的にその業者様のところに訪問をさせていただいて、いろいろお話をさせていただいたりとかっていうのもカウンター営業は行っています。なるほど、はい、岸さんも過去に営業の経験が少しだけあるということでしたけれども、はい、実際その時のやりがいみたいなのはいかがでした？そうですね、私入社して半年の期間しか営業をやっていなかったので、はい、もう本当それだけの記憶になるんですけど、私も初めてこう契約取ったお客様のことってやっぱり未だに覚えていて、でとかこう3件ぐらいこう一緒に内見回らせていただいて、最後にこう契約いただいた時にこう岸さんだから契約させてもらったんだよみたいな感じでこう一言いただけるっていうのはなんか未だにやっぱすごく覚えてますね、はい、やっぱこう営業としての喜びっていうのは、はい、それって契約してもらった時に感じたりとか、うん、そうですね、すごい嬉しかったのと、また頑張ろうみたいな感じの気持ちになったのはすごい覚えてます。その時の気持ちっていうのが今にもつながってる。そうですね、はい、その経験をやっぱりその新卒のみんなにもしてもらいたいなっていうふうに思ってます、うん、営業としてこう向いてる資質だったりっていうのは何か挙げられたりできます？うん、どうですか？ありがとうございます。営業の資質に関してなんですけれども、はい、まあ、たくさんいろいろな必要なスキルだったり能力あるかと思いますが、一番当社として大事かなと思っているところが発言力がある方になるかなと思ってます。発言力、はい、と言いますと発言力というのは、実際に自分が例えば会議の中とか誰も発言しない中に積極的に手を挙げて発言するっていうことになるかと思うんですが、うん、発言するってことはしっかりとその内容について考えているっていう、考える力もある、はい、そして実際に発言するっていう行動力、行動に移すっていう力もあるので、うん、もうそういったところで実際に自分が考えを持って自分から動く、そういったところが当社必要な資質かなというふうに考えています、うんうん、そういうのってやっぱ仕事をやっていきながらどんどん磨かれていくものでもあるんでしょうか？そうですね、はい、当社はまあ営業であれば営業の OJT という形で実際に先輩社員の同行でついていくといった営業の
OJT がありますので、そういったところで先輩の姿とか、うん、そういうところで見て学ぶじゃないですけれども、しっかりそういうところで学べる機会っていうのはあるかなと思っているので、当社に入ってきてくださった後にそのスキルっていったところ身につけられるかなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。では続いてのトークテーマです。こちら、仕事と私生活の両立、実際はどうなっている？ワークライフバランスの点について、このテーマでは伺っていければと思いますが、ズバリ両立はお二方されていますか？めちゃめちゃできてますもうすごい充実されてる感じが最初からしてますけれども、実際こう私生活のちゃんと時間も避けてるっていう感じなんでしょうか？避けてますね。やっぱりその採用っていう仕事をしているので、内定式の前とか入社式の前っていうのはこう我々も繁忙期ですごく忙しい時期にはなるんですけれども、うん、でもやっぱりその中でもいかにちゃんと自分の時間をこう作るかっていうのは、こう採用チーム全員でこう話したりとか、マネージャーが筆頭になったりすることを考えてくださる環境なので、平日もしっかりとこう休める時にはしっかりと休むっていうふうにメリハリをつけて仕事をするようにしています、うん、はい。近年こう福利厚生の部分でも会社では積極的に取り組んでいるということですけれども、具体的にこう聞けたりしますか？福利厚生、はい、どんな福利厚生があるかっていう話ですかね、はい、そうですね、福利厚生のところで言うと、有給とかっていうのはやっぱりすごく注目をしていただきたいポイントだなっていうふうに思っていて、うん、先ほどもちょっと申し上げたんですけれども、やっぱ不動産業界の中で見るともうトップクラスの有給取得率になっています。であとはその育休制度とか育休産休の制度とかっていうのもしっかりと整っていますし、後々出てくるかもしれないんですけど、その研修の制度とかっていうところもかなり整っている会社なんじゃないかなというふうに思うので、はい、こう福利厚生にこう惹かれて説明会を受けましたとか、そういうふうに言ってくださる学生さんも多いイメージがありますね、アピールポイントにもなっているということですね。そうですね、はい、そういったところからこうやっぱ働きやすさっていう部分にもつながっているんでしょうか？そうですね、そうですね、はい。でまたこうレオパレスさんで全国に展開されている会社ですよね。こう配属先だったりとか、あとこう勤務の移動先っていうのはどんなふうにこう決まっていくんでしょう？はい、まず配属先なんですけれども、はい、当社新入社員としてご入社いただいた際に初期配属というふうに決まるところからお話をさせていただきますと、当社で一方的にその配属地を決めるといったことはないです。まずですね、入社いただく前に事前に希望の勤務地といったところを確認をさせていただきます、うん、はい、で皆さんの希望を聞きながら当社の中でそれぞれの個人の適性だったりとか全てを勘案した上で最終的な配属地を決定するというような流れになります、うんうん、はい。じゃあそういったこうジョブローテーションの部分だったりも個人の意見というのは尊重されたりもあるんですか？移動に対してやっぱり嫌ですっていうのはちょっと難しいかなっていうふうに思うんですけれども、はい、例えばじゃあ自分がちょっと違 こうキャリアを描きたいなとかってなった時にしっかりとこう上長と相談をしてとか面談をするような機会があったりとか、キャリアプラン登録っていうのがあって、自分がじゃあ5年後とか10年後どういうふうになっていたいですよっていうのをこう書き出しをして、でそれをもとに上司とこう面談して、じゃあこういうことをやってった方がいいよねとかっていう時間もしっかりと取れるので、だからそういうところでこう自分のキャリアのこう考え方を整理したりとかっていうのは十分できるかなと思います。なるほど、はい、今キャリアという言葉をいただきましたけれども、次の質問にもそれがつながってくるかなと思います。続いての質問がこちらです。社員のキャリア形成のためにどんな仕組みがあるということで、ここでは仕組みの部分に特化して聞いていければなと思うんですけれども、改めてこうどんなふうにキャリアアップっていうのは目指していけるんでしょう？はい、そこで言いますと、当社研修制度といったところにもすごく力を入れておりまして、はい、いわゆるその階層別それぞれのポジションによって違った内容をお伝えするような研修制度だったりとか、そういったものがありますので、その入社した時には新入社員の研修があったりとかフォローアップ研修がありますし、実際に社員になってある程度経験が積めてきて将来的にそれこそ管理職を目指すといった場合になると、その管理職の研修だったりとか、それぞれのポジションに合うような研修を行っております。入社してからもすぐでこう教育制度のというものがあるって伺ったんですけど、岸さんも実際に経験された？やりました、はい、内定者のタイミングでは内定者研修っていうのが入社前に
3回ぐらいはあったかなと思っていて、入社したらそこから2週間研修をしっかりやって、こうビジネスマナーだったり名刺の交換の仕方とか、 あと電話の出方とかメールの書き方とか、もう本当そういう細かいところまで研修を受けた記憶があります。結構こう学生さんですぐ入った方とかでも心強かったりとかは。そうですね、あとはそのもちろんは何もわからない、こう学生から社会人ってやっぱ何もわからないじゃないですか、はい、そこの一歩って大きいですよね。そうなんですよ。なのでそういうところでこう学べるっていうのもそうなんですけど、同期、こう私だけではなくて同期とこう集まって研修することができていたので、うん、今もそういうスタイル取ってるんですけれども、周りにやっぱり同期がいるっていうのはすごい心強かったです。同期でいうとどれくらい？私の時は200名以上入社したので、はい、なんですね。そうなんです。じゃあいろんなこう相談できる相手がいるっていうのは心強いですね。また会社入ってからもまたこう詳しく不動産としてスキルが求められるかなと思うんですけれども、そういった部分ではスキルの向上っていうところはどうでしょうか？ありがとうございます。失礼しました。スキルの向上という部分で実際入社前に何か資格を取ってくださいとかいうご案内は特に差し上げておりませんが、うん、はい、入社後すぐに使えるスキルだったり資格としては宅地建物取引士、いわゆる宅建の資格の勉強だったりとか、あとファイナンシャルプランナーの資格の勉強をすると、はい、実際に入社していただいた後も使える知識になるかなというふうに考えておりますので、よく学生の皆さんに入社前に勉強しておくことってありますかってよく聞いていただけるので、はい、ちょっと気になるところですよね、うん、そういったところはご案内をさせていただいているんですが、当社としては皆さん入ってくださるまでその学生の期間っていうところ、人生においてもすごく貴重な期間かなというふうに思いますので、はい、しっかりねそこの部分充実させて、学生ならではの時間の使い方をしてもらって、うん、人としてもねその学生のうちに成長していただいて、うん、ぜひ入社してもらえればなというスタンスでいつもお話をさせていただいてます、うん、はい、会社に入ってからこうスキルを身につけていくときに、そこのフォロー体制みたいな部分はどう感じますか？それもしっかりあると思っていて、もちろんその必要、この資格が必要だよっていう、営業部、営業だったら宅建とか、そういう部署によって異なる部分もあるんですけれども、しっかりとこう我々のこの会社の中で決まっているこう、取得を推奨するものの資格を取得した場合には、月額のお給料がこうちょっと上乗せされたりとか、宅建、例えば宅建とかを取るとそれだけではなくって、一時的にこう報奨金という形でまとまったお金が入ってきたりとかっていうのがありますので、そこのこう支援とか資格取得のための仕組みみたいなのはしっかりと整ってるかなっていうふうに思いますので、こう宅建はこう学生のうちに取られる方もいらっしゃいますけど、はい、もしレオパレスに入社いただけるのであれば、もうぜひ入社後に取っていただいて、保証金とかも持って行っていただきたいなというふうに思ってます。そうですね、そういった部分もうまく活用しながらということで、はいはい、ありがとうございます。では最後の質問です。こちら、レオパレス21に向いている学生の特徴は？ここではお二人が考えている向いている人物像についてズバリ伺っていければと思いますが、どうでしょうか？当社が求めている人物像として、いつもお話をさせていただいているのが未来志向を持っている方っていうふうなお話をさせていただくんですが、はい、いきなり未来志向と言われてもなかなかお伝え、ね、伝わりづらいかなと思うんですが、もう少し掘り下げてお話をさせていただきますと、実際に自身のビジョンだったり目標っていったところをしっかりと掲げることができて、その目標やビジョンに向かって一つ一つ着実に行動に移せる方っていったところが当社として必要というか求めている人材になるかなと思ってます。あとは先ほど冒頭でもお話しした発言力、資質の部分ですけれども、はい、学生の場でも授業だったりとか、その自分が積極的に手を挙げてとか、そういった機会ってあると思うので、そういったところで自分から積極的にできるチャレンジ精神だったりとか、そういったスキルを持っている、能力を持っている方っていったところは当社の求める人物像ではないかなというふうに考えています。うん、実際こう働いている方、周り見渡してみてもそういった方多いですか？多いと思います、うん、
なんか最初って失敗しても別にいいと思っていて、やっぱり新卒で入って分かりませんって当たり前だと思うんですよ。でそれを例えば10回聞いても20回聞いても分かりませんって言ったら、いや頑張ってよってなるかもしれないですけどでもやっぱりこう分からないことをこう先に入社した社員がサポートするっていうのはもう当たり前だと思うので、なんかそこは失敗を恐れず何でもこうチャレンジしてもらえたらいいなっていうふうに思います。むしろこうチャレンジ精神みたいなものを買ってくれるような会社でもあるんですね、はい、そうですね。若手の意見とかっていうのもしっかりとこう上げられるようになっておりますので、うん、若手の意見だから聞かないよとかではなくって、若いから何言ってんのとかっていうのではなくて、若手の意見だったとしてもいいものがあればとか これやってみたいねっていうふうになれば、しっかりとそれをこう達成するために周りが一緒になって考えてくれる環境が整っているので、そこは何でも挑戦してこう思ったことをしっかりと発言してもらいたいなと思います、うん、周りの環境の部分もちょっと伺いたいんですけれども、どうでしょうか、こう部下と上司の関係だったりとか、横のつながり縦のつながりっていうのは、話しやすい相談しやすい環境にありますか。めちゃめちゃ話しやすい。そうですね我々で言うと同じ採用家なので、ちょっとこの空気感みたいなところもあるかなと思うんですけど、ねはい、そうですね、まず横のつながりもそうですけれども、縦のつながりといったところも非常に、密かなとは思ってます、はい、密っていうとなかなか表現的には伝わりづらいかなとは思うんですが、やっぱり仕事をしていく上でコミュニケーションっていうのは欠かせないと我々すごく思っていますし、はい、なので少しの不安だったりとか、こう思います、先ほど岸が言ったように自分からこうしてみたい、ああしてみたいっていう話を言える環境ですっていうふうにお伝えさせてもらったかと思うんですが、それが同じように家内でもできているかなといったところで、実際は私も入社してからこういうことしてみたいですとか、採用でこういうことしたらどうですかっていう中途ならではの目線みたいなところでいきなりお話をさせてもらったんですけれども、実際にそれが家内の打ち合わせの場で議題として上がったりとかもうした経験もあるので、そういったところで言うと、なんて言うんでしょう、縦に相談しても横に相談しても、最終的にはみんなで一つワンチームみたいな形で、全部が仕事とか進められているような印象ですね、本当に年次とかポジションとか関係なく、お互いがコミュニケーションを取り合って、お仕事していけるっていう感じなんです。そうですね。あとはこれレオパレス、私もちょっとレオパレスしか経験してないので、他社さんがとかってはっきりしたこと言えないですけど、やっぱりこう一社員と役員との距離ってものすごく遠いイメージがあると思うんですけど、弊社の場合だと社長が各地方とかも含めて支店を回ったりとかしてタウンミーティングっていうのを開催しているんですね、社長と社員との座談会みたいな感じなんですけど、そういうところで社長がいろんな社員と意見交換する場とかっていうのを作ってくださっているので、そういうところで実際に自分の意見を伝えたりとかっていうのも十分できるかなっていうふうに思います。そうなんです、はい、ありがとうございます。ではここからは最後のコーナーに移ってまいりたいと思います。就活生が本当に知りたいあの質問です。先輩就活生1500人に説明会で聞けなかった本当に知りたい質問について、業界別アンケートを実施しピックアップした一部についてお答えいただこうというコーナーになっております。今回はこのような質問です。残業時間はどれくらいということですが、どうでしょう、これはズバリ言えたりしますか。不動産業界ってやっぱり残業時間多いイメージありますか。やっぱりこう、そうですね、どっちかっていうと持ってる方は多いんですかね、そうですよね。私も残業まみれだろうと学生の時思ってて、はい、めちゃめちゃブラックなイメージ持ってました、なんですけど、営業とかだと多分平均でさっき会社全体だと 16.4 時間なんですけど、営業だけで見ると多分20時間から行っても30時間ぐらいかなっていうのが実際にこう社員をインタビューした中で出てきた数字になって、で繁忙期の時とかはもうちょっと多くなっちゃったりとかっていうのはあるんですけど、でも繁忙期だからもう毎日全然帰れませんとかではなくって、その中でも今日はもう帰るって言ってこう帰ったりとか、なんかそういうのでこうメリハリつけながらやっている社員が多いんじゃないかなっていうふうに思ってます。例えば我々採用とかだとどうしても時期によっては忙しいとかっていうのがあるので、そういう時は30時間超えちゃったりとかっていうのはあるんですけど、でも週に1回はちゃんと定時で帰ろうねと
とかっていう風に、うんうん、こう会社が残業はもう基本的にしないでね、やらないでねっていう残業をして業務を進めるのではなくて、いかにその決まった時間の中で効率をよく仕事を進められるかっていうところに重点を置いて、そこが評価の対象になってたりっていうのもあるので、そこのもう残業まみれで全然自分の時間を取れなくてとかっていう、うん、世の中的に多分一般的に持たれてる不動産のイメージとはレオパレスはちょっと離れてるんじゃないかなっていうふうに思ってます。ありがとうございます。ではお話尽きないんですけれども、そろそろお時間となりましたので、最後に視聴者の方へメッセージをいただければと思います。お願いします。はい、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。しつこいようですが、最後にもう一度選考のご案内をさせていただきたいと思います。ワンキャリアのサイトからエントリーができるようになっておりますので、この動画を見てちょっとでも興味あるなっていうふうに思っていただいた方がいらっしゃいましたら、ぜひエントリーをしていただきたいなというふうに思います。でエントリーいただいた後、別でマイページのご案内をさせていただきます。でマイページ、今後はこの、今後の選考に関しましてはマイページ上で行いますので、必ずマイページへのログインをお願いいたします。その後はご覧の通り、会社説明会、書類選考、一次面接、適性テスト、最終面接と進んでいただき内定となります。我々採用担当も皆さんとお会いできるのを楽しみにしておりますので、ぜひご応募いただければと思います。よろしくお願いいたします。次回のワンキャリ企業説明会もお楽しみに。お二方どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。